でね、なんとこちらの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。声優の上田かなです。よろしくお願いします。なんと声優の上田かなさん上田かなさんいただきました。お邪魔しました。メリークリスマス。メリークリスマスです。メリークリスマスいや本当にありがとうございます。お時間を割いていただいて。上田さん懺悔なんてあるんでしょうか。めっちゃある。めっちゃあるんですか。めっちゃあるし、なんだろう、放送に乗っけてもいいものを探すのが結構難しいぐらい怖い怖い怖い爆弾じゃないですか。大丈夫ですか。全然大丈夫です。あのちゃんと軽いやつにしました、あどんなことでしょう。ちょっとお聞かせいただけますか。私趣味が料理教室なんですよ。あ料理教室素晴らしい。しょっちゅうパンとかお菓子とか、いろいろ作るんで、やっぱツイッターにそれあげるじゃないですか、だから私がすごい料理が上手で家庭的だと思ってる人が世の中にたくさんいて、はい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 、そうなんだけど実際は全然料理好きじゃないし、やってもらいたい。あれ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 ちょっと夢だ。結構あのパンもだしケーキもだし料理もだし、あのインストラクターの免許持ってるんですよ。ライセンスって言うんですか。すごいじゃないですか。それだけやってるのに、苦手というか自分で作るのは上がらないんですよね。あらららら あらららら。でも逆になんかそういうプロの方って、調理人の方とかってね仕事でずっと作ってるからあまりそういうのプライベートでは作らないとか、そういうこともあるんじゃないですか。全然プロとかと比べるとあれなんですけど、だからちょっとなんかめちゃめちゃなんかそういう家庭的な雰囲気出してるのを懺悔しようと思いました今日あ実は家庭的じゃないと。うん、そうなんです。なんか上田さんって他にもなんかいろんな資格持っていらっしゃるような印象があるんですけど。そうなんですよ。なんかね多分私その知識というか何かを勉強するのが最近好きなんですよ。はい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 、はい、うん、学生の頃も勉強嫌いじゃなくていろいろやってたんですけど、なんか年取れば取るほど、あの自分の時間が空いてる時間とかが自由になってくるじゃないですか。そうですね。でその時に人生において役に立つものってなんだろうって思った時に、はいはい、あ年取ってできるものって料理かなと思って、それが最初のきっかけで、やりだすと凝り性だからついついやっちゃうんですよね、あいいですね。でも、そんなにめっちゃ好きなわけじゃないっていう。がっかりだ夢が壊れる。いやなんかね夢が、でも夢絶対壊れると思う、ちょっと夢壊れちゃいましたけど大丈夫ですか。最近ね声優の後輩とかも、なんかカラさんめっちゃいいもん作ってんじゃないですかとか言われるから、ちょっとその人たちの夢もちょっと冷ましといた方がいいなと思ってドリームブレイカー。ドリームブレイカー上田さん。そうなんですよ。いやでも上田さんはねやはりねやっぱ声優さんですから、お料理が上手なことよりもやっぱりこのね美しい声にアドがありますから、あの地声がね全然違ったみたいな、そういう夢の壊れじゃないからこれはセーフですね。地声が全然違うって声優としては美徳じゃないですか。あーそうなんですか。逆にそうなんですね、絶対そうだと思う。自分のあの感じ方的に言うと、なんかカナの声すぐわかるって言われるより、あのキャラわかんなかったカナだったんだねって言われる方が実は嬉しい。なるほど。役者さんだからなんですね。それはそうなんですよ、普通の人は違うのかな、ね、みんなどうなんだろう。声優ね、ちょっと統計取ってみたい。みんなに気づいてほしいか気づかれない方がやってやったって思うのかどっちなんだろうな。でもなんか結構やっぱりマリンとね、あの吹雪とかだとね、ちょっと、まあ声優さんではないからちょっと感覚違いますけど、でもふぶちゃんね、あの声優体験みたいな、吹雪だって分かんなかったって言われると嬉しいですか。それはそれで嬉しいかな。あ嬉しい。確かに嬉しいかもしれない、嬉しいと思う。なんか役になりきれてるかなって感じもするし、そうそうそう、で言うと結構マリンは結構何やってもマリン、これマリンじゃねえかみたいになりがちな感じしますね、いやでもそれもなー、いいんですけどね、なるほど。やっぱりあのアニメというか往年のスターとかレジェンドって呼ばれる人って一声聞いたらわかるじゃないですか。確かに、夢でもありますよね、そうですね。でもちょっとなんか話が脱線しましたけど、上田さん的にはこの料理上手だと思ってるけど、ちょっと家庭的じゃなかったっていうのを懺悔しに来られたっていうことは、これからはちょっと家庭的な感じにやっていこうかなと思われているんですか。懺悔と言ってはいるものの、別にそんなに懺悔する気はない。いや懺悔します。懺悔します。来年はちゃんと作ろうかな。あちょっとね、あの上田さんのツイッターなど監視して料理してるから、チェック
たまりちゃんとお料理もしてるところを、ええ、ちょっと家庭的なところを見せていただいて、うん、今年、いや来年か、来年からはね懺悔します。次からは頑張ります。明るい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんとね、上田かなさんが、ね、来ていただいたということでね。はい、また何か一緒にやりましょうね。はい、ぜひ遊びましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。